柳川浦高等学校は、大分県宇佐市大座エスカにある私立高等学校。野球などのスポーツ、部活動において全国的に知られる。2004年には明治神宮野球大会で優勝している。現在公式野球部、サッカー部、柔道部、空手道部、男子バスケットボール部、剣道部、陸上部、ゴルフ部が活動している。 看護学科は5年生一貫教育制度を敷き、医療に従事するための人づくりに重点を置く教育をすることでも有名である。これまでに4000名以上の看護師を輩出している。長年、大韓民国からの留学生も受け入れており、2020年度からは留学生、帰国子女のためのインターナショナルコースを設置している。最寄り鉄道駅など2009年7月11日、 野球部の控え選手46人を乗せ、第91回全国高等学校野球選手権、大分大会の開会式が開催される、新大分球場に移動中だった、学校保有のバスが、大分自動車道に出ション付近で、速度超過により操作を誤り要転した。この事故で部員の2年生、生徒1人が死亡、42人が重軽傷を負い、バスを運転していた。 同行教諭の野球部副部長が自動車、運転過失致死傷容疑で逮捕された。バスを運転していた教諭及び3人の部員に怪我はなかった。事故を起こしたバスは1991年製造で、運転席以外には座席ベルトが装備されておらず、亡くなった部員は横転した衝撃により、車外へ投げ出され、首の骨を折って、搬送先の病院で死亡した。 同校は大会に出場することを決定したが、大分県高等学校野球連盟は選手たちの精神面のダメージを排除し、当初13日の予定だった初戦を15日に延期した。初戦は中月ただかに11-0の5回コールドで対勝したが、事故から1週間後の18日、2回戦の北林高校戦で2-1と惜敗した。初戦の試合前には、 黙祷が行われ、2試合ともスタンドで応援する人の胸には模章がつけられ、亡くなった部員の遺影をもって応援していた。この事故は、全国の高校の野球部のバス運転手らが安全面、等の講習を受け直すなど、大きな影響を与えた。第91回全国高等学校野球選手権大会が行われた、甲子園球場でもスコアボードで応援バスに対して、 全席シートベルト着用を呼びかけていた。また、バスの座席におけるシートベルト着用の重要さについて大きな教訓を残した。事故を起こした野球部副部長は2008年同校に教諭として着任し、その直後に大型免許を取得している。この事故で当時の2年生部員の一人の母親が同校の運営主体である吉祥学園と バスを運転していた当時の野球部副部長らを相手取り約1億3000万円の損害賠償を求め2010年4月30日に大阪地裁堺支部に訴訟を起こした2010年6月18日に大分地方裁判所は事故を起こした元教諭に対して金庫2年6月の実刑判決を言い渡した元教諭は地裁判決を不服として控訴したが 2010年12月5日に、福岡高等裁判所は一審判決を指示し、控訴棄却した。なお、2年後の2011年7月10日には、大分県立森高等学校の野球部員と、監督を乗せたマイクロバスが、第93回全国高等学校野球選手権、大分大会の開会式から帰る途中に、追突事故を起こし、監督が死亡している。 現場は、柳ヶ浦高等学校のバスが起こした事故の現場から、遠くない場所であった。また、同校も2年前同様初戦で中月田高と対戦し、勝利を収めている。ありがとうございます。